リトルグイドーとトニーマ・マルークフル・ブラテッド・イタリアンズはアメリカ合衆国のプロレス団体 ECW 及び WWE で活動していたプロレスラーのユニットである。その英語の頭文字を取って会 BI と呼ばれる。意訳すると純血イタリア軍団。ECW 時代はリトルグイドー WWE 席後は南時を名乗るジェームズ・マリタートを中心として結成されていた。 1996年、イタリア系アメリカ人であるリトル・グイドーとバルプッシュを、そして黒人レスラーの JT ・スミスのトリオで結成された。黒人選手がメンバーであるように、初期は従来のアメリカンプロレスにおける民族ギミックのパロディ的な要素も持っていた。その後も、トレーシース・スマザーズ、マネージャーのザ・ビック・ドン・トミー・リッチ、ドイツ人レスラーのウルフ・ハーマンなどが、 実際の民族的バックボーンに関わりなくユニットに参入。実際にイタリア系の出自を持つ選手では、巨漢のビッググイドウがリトルグイドウの弟と小子用辛抱役で一時メンバーに加入したほか、ECW 末期はトニーママルークがリトルグイドウのパートナーとなり、2000年8月26日に ECW タッグ王座を獲得した。なお、2005年に行われた e c w ンナイトスタンドにおいて、ジェームズ・マリタートが、リトル・グイドーの旧リングネームで出場した際、当時の FBI メンバーの一部は、彼のセコンドとして登場している。ECW 崩壊後、リトル・グイドーは、ナンジオとリングネームを変更して WWE に移籍。2003年2月、スマックダウンにて、力士と対戦して敗れた際、ファミリーの力で、力士にリベンジを果たす。 その時リベンジに加わったのが、同じく、イタリア系アメリカ人であるチャック・パルンボとジョニー、スタンボリーで、この3人によりかい BI は再結成された。ストリートマフィアをイメージしたプロモーション映像も制作され、ジ・アンダーテイカーとの構想などヒールの主力チームとなって活躍。後にベビーフェイスに転向して、人気を得るも、パルンボの RAW 遺跡。 およびスタンボリーの解雇により WWE 版の FBI は2004年11月に解散した。2005年6月12日の ECW ワンナイトスタンドでは ECW 時代のメンバーで限定復活。同年8月、ナンジオはビト刀のアシストによりポールロンドンから WWE クルーザー級王座を奪取した。以後、両者はタッグを組んでメキシクールズと構想を展開。 カイビー BI のチーム名を用いることはなかったが、イタリア系の出場を前面にアピールするなど、カイビー BI のニューバージョンと位置づけられた。2006年6月、WWE が ECW を第3のブランドとして復活させると、リートルグイドーマリターと、トニーママルーク、ビッググイドー、女子レスラーのトリニティによって、再々結成された。ありがとうございます。